ニューヨーク万国博覧会の会場1964年1965年ニューヨーク世界博覧会は1964年4月22日から1965年10月17日までアメリカ合衆国ニューヨークシュクイーンズ区のフラッシングメドーズパークで開催された国際博覧会であるユニスフィア第二次世界大戦中の1939年に 行われた1回目のニューヨーク万国博覧会と同じマンハッタン近郊のフラッシングメドウズにある会場を使用して規模を拡大して開催された。テーマは相互理解を通じた平和でテーマに沿って会場中心にはユニスフィアと呼ばれる地球をかたどったモニュメントが飾られた。なお世界博覧会と銘打っているものの2年間にわたる 開催かつ参加者から出展料を取る規則のため、博覧会国際事務局の公認は受けていない。足掛け2年にわたり開催されるアメリカ史上最大規模の万博として、参加各企業や政府によって盛んに宣伝がなされたこともあり、来場者数は5、100万人に達したが、当初の目標の7、0000 000 000人は下回った。 アメリカの大企業中心の博覧会になり各社ともに莫大な費用をかけたパビリオンを設けたことからビリオンダラー博覧会とも呼ばれた会場内夜景当時のアメリカの後継機を反映して2.6平方キロメートルという巨大な敷地にゼネラルモーターズやフォードモーターアメリカンエキスプレスや IBM などアメリカを代表する大企業のパビリオンが 世界各国の政府や自治体などによるパビリオンと同様、もしくはそれを上回る規模で建てられた会人気を呼んだ。参加国は開催国のアメリカをはじめ、日本やスイス、メキシコやインドなど、約60カ国に及んだが、会期が規定の6カ月以上であり、参加国から土地利用料を取るなど、国際博覧会条約の基準に合わなかったため、未公認の博覧会となり、 ソ連、イギリス、フランスなどの大国が参加を取りやめた。日本は約2388坪の日本館に政府関係として1号館にはジェトロが社団法人ニューヨーク世界博覧会協力会が民間企業の2号館とハウス・オブ・ジャパンと名付けられたレストランの3号館が参加した。ハウス・オブ・ジャパンは日本庭園を持つ3階建ての日本市民豊かな レストランで連日、ステージで伝統のショーが披露され、人気を呼んだ、おもてなしの心を伝えるために、客席、厨房を含め、1964年だけでも264名が日本から派遣され接客に当たった。日本館の目玉となる展示品としては、新幹線の実物大模型が出品された。日本館の設計は、前川国を、会場構成は、 カメクラ優作が当たった。中華民国館ニューヨーク市館、ゼネラルモーターズ館コダック館報道館前に展示されるマスタングイッツ・ア・スモール・ワールド・ハット・ A ・ B 博覧会、資料コレクション、ニューヨーク世界博覧会館リコード、635の村工芸者、ありがとうございます。